南部鉄器。南部鉄器は、岩手県南部鉄器共同組合連合会の加盟業者によって作られている鉄器。74の事業所に730名、推計の従事者がおり、年間生産額は、約92億円。1975年、昭和50年2月17日に、通商産業大臣指定伝統的工芸品、現。 経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定された。伝統工芸士は21名しかいない。戦後占領期に施行された中小企業等、共同組合法に基づいて、江戸時代には、南部市、南部藩、森岡藩領内だった岩手県森岡市、花巻市石取屋町、及び岩手郡雫市町の鋳物業者が1949年、昭和24年3月1日、 南部鉄瓶商工業共同組合、現南部鉄器共同組合、岩手県盛岡市を設立した。また、同法に基づいて、江戸時代に、伊達市、仙台半領内だった、炭鉱地区の芋の業者が1954年、昭和29年11月、水沢芋の工業共同組合、岩手県水沢市、現、岩手県欧州市水沢を設立した。両者により、 1959年、昭和34年に、県内統一組織である、岩手県南部鉄器共同組合連合会が、設立された。旧仙台藩にある、水沢芋の工業共同組合は、仙台鉄器とは呼ばず、旧南部藩、南部地方の南部鉄器共同組合の名称を用いて、両者とも南部鉄器と称する。つまり、森岡市の南部鉄器は、 南部は由来の南部鉄器であり、欧州市の南部鉄器は岩手県の南側にあるので、南部鉄器と呼んでいるのである。南部鉄器と総称されているが、欧州市の南部鉄器と森岡市の南部鉄器の歴史は異なる、明治、大正の南部鉄器以降は共通で表す。平安後期に江差市郡豊田間、現在の江差市にいた藤原清平が大見国、滋賀県より、 芋の氏を招いて始めた。これが次第に南下して、羽田、現在の水卓羽田町に伝わったと語り継がれている。この近隣には、荒廃地にあたる北上山地の砂鉄、木炭および、羽田の北上川急河川跡から出る質の良い砂と粘土などの異型材料が容易に手に入れられることから、芋の業が栄えた。中世の芋の死は、歩き筋と呼ばれるように、必要に応じて、 地域を転々することが常である。重要種である清平が平泉、平泉町に移ると彼らも一緒に移った。実際、欧州藤原氏の時代の遺跡からは、伊方が出土しており、中村寺をはじめとする寺院などの備品も鋳造していた。欧州藤原氏の滅亡以降は、日用品を細々と鋳造した。羽田に、 芋の氏が定住するようになったのは、室町時代初期で、黒脇、千葉県に養子に入った、京都商工院の長田正頼という芋の氏が、その初めだったと言われている。後に、千葉県は、欧州総武行火災市に召し抱えられる。以後、長田正頼の弟子や関西から訪れた芋の氏たちが、羽田に住み、定着していった。江戸初期には地域に、芋の業が定着していく。 1683年、天罠3年に、芋の行を起こした、大井川清江門光弘という人が、中高の祖と称えられている。以後、仙台藩の庇護を受け、鉄鍋、鉄釜を中心に、仏具なども生産し、幕末には、大砲も鋳造している。森岡の芋は、慶長年間、1596年から1615年に、森岡藩主南部氏が、 森岡城を築城した頃に始まったと言われている。それからは歴代藩主秘語のもと育まれてきた。藩の居物の受注はこの4、家がほぼ担っていたため、森岡の南部鉄器の歴史は有坂や鈴木や藤田や鎌市、小泉家の歴史とも言える。初代は京都の人で7代目の時甲州に13代目の時に森岡に移住してきた。 甲州から1641年、寛永18年に、藩に召し抱えられた、鈴木縫戸の家綱を外する。製造したのは、盆昇や灯籠などの大作が知られていて、幕末には、大砲も製造している。1646年、昇法3年には、森岡城の自称も製造している。これは、後に、花巻城に移されるが、今も現存している。 甲州の出で、二代目から盛岡に移住。鍋類を、主に製造し、その品質の良さから、鍋禅と呼ばれ、後に藩に飯か,かえられた。藩主が茶の湯を好んだことから、1659年、万治二年に飯か,かえられ、茶釜を製作する。そうは、京都出身の小泉五郎七清行と言われている。本業は茶釜だったが、現在も残る1679年。 遠方七年の事象をはじめとする多くの製品になお、残している。また、三代二左衛門は、南部鉄瓶の創始者と伝えられ、四代二左衛門は、大砲鋳造の技術を、江戸で学んだ。水卓、森岡とも、仙台藩、森岡藩の秘語のもと、発展してきたが、この後ろ盾が、明治維新により消え去り、衰退を余儀なくされる。しかし、 生産と流通の体制が整い、展覧会にて入賞するなど名声が高まると、各地からの注文が増える。さらには、1890年、明治23年の東北本線開通と、相まって、水択、盛岡とも、これに接していた一気に、販路拡大となった。明治末には、再び停滞気味になるが、1908年、明治41年の交代し、 後の大正天皇東北行敬の際、八代小泉二座右衛門が鉄瓶の製造を実演してみせて話題を呼んだことをきっかけに県や市を挙げての取り組みが始まる。1914年大正三年には旧森岡藩主南部利圧氏が南部中近研究所を会所人材育成にも貢献した。第二次大戦中は戦時体制により 先鉄物製造制限規則が施行され、軍需関連品以外の製造が禁止された。南部地域では150人いたと言われる職人のうち、わずか16人しか鋳物の鋳造を続けられなくなった。終戦後は、アルミニウム製品に押されて需要は減り南部鉄器は衰退したが、近年では、茶道具などの伝統工芸品のほか、実用的な調理器具としてもその良さが、 見直されてきている。食生活の欧米化に伴い、薬調理などの洋風料理に使用するものも増えてきている。また海外ではその芸術性の高さから鉄瓶に人気が集まり、一部のメーカーは欧米への輸出にも力を入れている。まず、デザインを決める。鉄瓶を例にとるが、他の製品もほぼ同じ鉄瓶の形は元より、表面の模様から何まで原寸内で描く。 この断面の半分を木型と呼ばれる片板に取る。鉄瓶の場合には、これが3つ必要である。これを回転させて、木型を作る。また、大抵は、中子と呼ばれる木型より一回り小さいもも作る。これは、鉄瓶に空洞を開けるためである。木型を使って、木型を作る。サネ型と呼ばれる外枠に、センサや粘土などを入れ、そこに木型を回転させて、 形を取る。これを、型引きという。これを乾燥しないうちに文様を押す。この型を乾燥し、焼き、鮮鉄を流し込む。型から取り出した鉄瓶を800度から1000度の木炭の火で焼き、自生酸化飛膜をつけ、錆を防ぐ。これが、金け止めと呼ばれ、この技法は南部鉄器から始まったもの。以上は概要であり、実際の工程は、もっと多く、 完成まで2ヶ月近くかかる場合もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。